たん、まやまや、ごめん、のぶたん、こんばんざい。また楽一楽座も待ってるよ。つや、そういえば足軽行くとすぐん、そういえば足軽行くとすぐマイクがチェキ何枚取ったか情報知ってんの、なんぜだ、情報知ってる、どこと情報知ってんの。あ、ジュンヤが足軽ジャパンのライブでってこと。なんかね、すぐみんなから報告される。今日ジュンヤ来てました、来てましたよ、と前席とあれを撮ってましたって報告されるもん。クロモンさん、かわいい、ありがとう、クロモンさん、本当嬉しい。そう、なんかミオちゃんがすぐ教えてくれ、そうちゃん会えるの楽しみにして、いや、こちらこそ楽しみにしてる、待って、嬉しいな、ルンルン。それまでに痩せなきゃ、そうちゃんになんか、え、デブになった、なんか老けたとか思われたくないもん。テロンテロンさん、こんばんざい。テロンテロン。ジュンヤ怖。そうだよ、みんなね、すぐに情報は回ってるので、マイカちゃんが知らないことはないので、ジュンヤはリリーベに来ないでね。足軽のライブに行って、マイカちゃんのセンターがあったのに見ないで、足軽ジャパンのライブに行ってたことも全部知ってます。ロブタン、カウンターありがとう。今日はね、初めてこのお洋服を着たんだけどね、襟が大きすぎて、なんか本当に、なんだろう、コートからこの襟出してたんだけど、なんか大きすぎてさ、すぐ襟がこうやってファンファンって歩くと顔にこうやってかかるのね。すごいね、大変だった。襟が大きくて大変でした。のぶたん、カウントありがとうございます。ありがとう。すごい、早く会いたい。マイカさん怖い。そう、なんかめっちゃみんな教えてくれるもん、すぐ。なんか撮ってましたとかよく聞く。カイト、こんばんざい。こんばんざい、カイト、ありがとう。そう、ジュンヤとはね、こういうあれなので。あ、たくやぎ、こんばんは、久しぶり。たくやぎ、やっほー。あ、リリウエ来てくれてたね。たくやぎ、こんばんざい。あ、今は投票機能にしてるのは、メンバーの春菜ちゃん、候補生の春菜ちゃんがイベントに出てるので、そちらの投票になります。みんな、お星様とか投げて応援お願いします。マイカ遠くにいても意外とこっち見てるから。え、なになに、見てるよ。よっちさん、こんばんざい。こんばんざい、よっちさん、やっほー、こんばんざい。え、見ない方がいいかな。現在投票中なので、皆さんぜひ投票お願いします。ちょっとコメントが少なめだから、ちょっと待ってよっかな。今日はね、なんか別のお仕事があったんだけどね、すごくちょっと緊張したから、なんか疲れた。ちょっと疲れました、今日は。だからなんかぼーっとしてる。帰りもすごいずっとぼーっとしてて、頭がね、あんまり働いてない。見てくれるの嬉しいよ、本当。初見さん、ハロー、アイフロムインドネシア。え、そうなの、こんばんざい。わかるかな、日本語。ハロー、インドネシア、すごい。そうなんだね、インドネシア行ってみたいな。インドネシア？ん？あ、違う違う、私が行きたいのオーストラリアだ。オーストラリアだ。ユーチ、DD の方は悪いことできないねって。そうだね、 DD の方は悪いことできないね、ジュンジュン。でもジュンヤは DD じゃないからね。いろいろジュンヤとは長らく関係性があるので。
分かってるよ、ずんやね。どんなお仕事？全身タイツ。もうねー、で全身タイツはもう絶対私やらないから、もう本当に嫌だったんだから。全身タイツを見たい方はバンジーファイターのミュージックビデオをどうぞ。ほんと嫌だった、もうどうしようと思っちゃった。ゆうき、あ、ゆうきくんどうもこんばんは、嬉しい、来てくれた、コメントしてよって言ったからね、嬉しかった。なんかさ、キャメタマンとのさリプでさ、やっぱマイカさんだなって確信したって言ってくれてたじゃん。嬉しくて全部リプ見てたんだけど、いいねってしちゃった。元気、こんばんは、ゆうきくん。見て、今日は大きな襟のねニットを着てるの。さっき赤ちゃんのよだれかけって言われた。今からコンビニ行って公共料金支払いした後、うんうん、チケット買う。お、行ってらっしゃい。本当？じゃあリプ待ってるね、買ったら。 JKT48 ファンズ。あ、そうなんだ。え、私これ日本語わかるかな。日本語通じてるかな。そっか、48さん好きなんだね。インドネシア読めたの偉い。バカにされてる私。だいぶ違った、だいぶ違った。 DD はすぐ多彩ちゃんから、ルワンには無理や。そう、カイトはすごいね、嬉しい、本当に楽しいって言ってくれて。前から何来て難しいから嫌がることないのに。え、いやいや、全身タイツはね違うじゃん。だってなんかもう種類が違うじゃないですか。もう本当にそのアイドルやるな上で、でも絶対やりたくないものだったんですよ。だからさ、本当にどうしようと思っちゃった。でももうやったから、もう何でもできる気がする。もうね、やるよ多分。次結局やれって言われたらやる。赤ちゃんの誰かけって面白いな。ね、ほ、こんばんは、こんばんは。みんなね、読めないんだよね。なんて読み方が合ってるか怖いんだよな。初見さん、ありがとうございます。こんばんは、バンザイジャパン千葉県の伝道師安藤舞香です。うん、英語で話してみよう。 I'm アン、舞香、安藤、 I'm、6日のデラロック、え、ほんとデラロック会えるの？わあ、めっちゃ楽しみ。ゆうきくん、やった。 TA さんも出てる、デラロック。え、名古屋でも会えるって嬉しいね。ゆうきくんって住んでるのはさ、こっちだよね。じゃあ遠征行くってこと？エリよきね。そう、エリよき、嬉しい。たくやぎ、ヤギ、この前何だっけ、リリーベンの時の動画にたこ焼きが映ってて、あのこうたくんとまおちゃんと笑ってる様子が映ってて、あ、たこ焼きだと思ってた。僕は感じない倒しだからなーって。倒しはね、もう本当になんかすごいと思う。本当に素敵だと思う。本当にありがとうと思うし、なんか特別な存在、私の中でも。まやまやのご挨拶おめでとうでいい、いいよね。うん、そうだね。でも1月は選抜から外れちゃったからか、自分の力不足ですごくおめでとうではないけど、2月は A チームに入れたからまた良かったなと思います。おめでとう。いもっちがね、応援してくれてるからありがとう。推しメンは何人かはいるけど、ライブとかリリーベなんで今ほぼ前かに上げてるから実情単押しかな。天才じゃん。藤川さんに寝ます。おー、イラパパおやすみ、ありがとね。すごい頑張って起きてくれた。12時、だってさ、イラパパ寝るの結構早い時間だったじゃん、教えてくれたじゃんこの前。にしてはすごい起きてない？今日大丈夫？明日早いのに。ありがとうね、イラパパ、おやすみ。ピーマン、明けましておめでとうございます。あ、ピーマンちゃん、明けましておめでとう。そうだ、あんちゃんのさ生誕カード、なんか私のなくなっちゃったらしくて、
なんでピンポイントで私の方がなくなるのかちょっとわからないんだけど提出したんですよ、ふみさんに。でもなんかなくなっちゃったみたいなので、なんだっけ、代行でメッセージをって言われたから、美子さんから代行で送ってあります。ごめんね、なんかそう、どうしようってなってた。たくやぎ久しぶりにヤギポーズありがヤギいつも今日のヤギって言ってたのに、最近たくやぎとチェキ撮ってないな。ゆうきくん TA なのかなんで日帰りにしようとしたけど、マイカ先生の泊まりで、え、待って、めっちゃ嬉しい、本当に、わあ、やった、待って、なんか嬉しいね、マイカさんがいるからって言ってくれて、ゆうきくんに名古屋でも会えるので、イエイ、え、嬉しい、待って、めっちゃ嬉しいんだけど名古屋が楽しみになった。なんかさ、その知ってる人がさ来てくれるっていうの本当に嬉しいよね。なんかモチベが今すごいいきなり高まった。なんか今のところね、6日の名古屋に行くよって私、だからゆうきくんが今初めてで、すごい、あ、誰か来てくれるかな、急なのにって思ってたけど、モチベが上がったわ、やったー、嬉しい、本当に。そっか、 TA さん7日なんだね、なるほど、楽しもうね、名古屋、やった。俺にとって前からの推しじゃないの、神推し、神推し、いつも言ってくれる神推し、ありがとう。イケヒこんばんは、イケヒレジ様ありがとうね。歯の中だからね。ね、最近でもさ、腫れ引いたんだけど奥歯、お水飲んだりするとね、しみるの、やばいかな、神経がさむき出しになってるらしくて、やばいよね、そろそろ事前報告してもよろしいです。何、ジュンジュン、この前リリーベのやつが近すぎて恥ずかしいってなってた。え、リリーベさんめっちゃ近かったね、ヤクヤギさん一番前の列にいたから。あそこさ顔も近いしね、他のグループも押してないし、マジで毎回しか勝たん状態、もうそれはね、ユーチしか勝たんよ。だってもう本当に私ユーチに出会えてよかったなってなってる、毎回なってるもん、会えるたびに、本当に大好き本当に大好きとか、嬉しいわ。いいな、ユーチムがさ作ってたさ、ショートケーキみたいなのあるじゃん、ショートケーキが食べたいのね今、もう何日も、あれ3日くらい前だっけ、お友達のお誕生日の写真載せてたの。でもそれからずっとケーキ食べたくて、どうしてくれるの、ケーキテロされた。そうなの、なんとかなるんやないね。でもさ、出してるのにさちょっとないってなって、すごいなんかえってなっちゃった名古屋6日は8割いないけど7日楽しみだな。え、桜子さんこんばんざい、こんばんは、初めましてかな、ありがとう。おやしらず抜いた、まだ抜いてないんだよね。でも抜かなきゃいけなくて、次に歯医者さんに行くときには抜くときですって言われてて、ずっとねごまかしてきたんですよ、なんか痛み止めとか。この前も虫歯の治療をして、おやしらずをごまかして抜かなかったんだけども、次は抜かないとダメですってなったんですよ。え、待って、それはやばいと思うよって言われた、待って、怖い怖い、本当に早く歯医者に行くね、待って、いけひん、やだ、怖いよ、もう待って、それはやばいっていけひんに言われると、なんかさ、すごい本当にかなりやばい深刻な状態のことじゃん、やばくない、どうしよう、本当に怖いんですけど。先生は優しいからいいんだけど、女の先生ね、がすごい好きなんだけどさ、本当に嫌なんだけど、うち口開かないんですよ、口がちっちゃいみたいで開かなくて、二人がかりで先生に頑張ってみたいな感じでガッて口をね開けられるんですよ、歯医者に行くと。もうほんとやで、それが怖くない、抜くの、どうしよう本当に。でもそれによって歯、顔がちっちゃくなるなら、まあ、でもやだな、
腫れるのもやだな。あ、ユーマ抗がん剤、神経むき出し経験派だから痛いの分かるからの抗がん剤分かるからの抗がん剤。え、それどうなったの、神経さあれむき出しになっちゃった後は歯を抜いたの、神経抜いたの、それどうすればいいの、むき出しになった四十肩で症状が悪化して私生活に支障が出るほど痛みがない。四十肩、あら大丈夫、なんかあれかな、お仕事とかでいっぱい使うからかな、肩とか。友達の誕生日会だからね、土曜日髪行ってだったでしょ、土曜日上手だったでしょ、神手だったでしょかと思った。え、上手だった、あれゆうちむがまさか作ったとは思わなくてさ、普通にあれはカッターケーキかなと思うぐらい綺麗だったからさ、すごくないあれ、なんかシンプルだけどさ、普通に何ショートケーキにイチゴでシンプルだけどめっちゃおしゃれだったから、え、あれ作ったって聞いて本当にと思った。ケーキ差し入れたいけどさすがにバレずに渡すのは無理ケーキバレずに渡すのは無理だね、確かに。え、何もらったのって言われたらおしまいじゃない、なんかカモフラージュしてさごまかすメーカーへのチケット売り切れてるからさ、当日券あれば6日もいる。お、そうなのね、デアロック早いもんね、売り切れるの。今からコンビニから、あ、コンビニ行ってらっしゃい。カイト、この前リマさんに最近ジュンヤが来てくれないとササさんと話してるらしいからチェキ行ってもいいですか、この前リマさんに最近ジュンヤが来てくれないとササさんと話してるらしいからチェキ行ってもいいですかえ、いいよとは言えないよねいいよとは言えないし、それはジュンヤが自分で考えてください。だってジュンヤが決めることだから私は行くなとも言えないし、なんかとは言えないですね。でもマイカちゃん、え、別に全然行くのはいいけど、マイカちゃんをループしてくれたらいいよえ、別になんか私は別に自分のファンの人が他の人と撮ってるのとか結構あるし、全然で他のファンの人も私と撮ってくれることも全然あるし、でもなんかよく私たちは話してるのはその撮ってもいい、撮るのは別に、あ、撮るんだと思うけど、別に撮るのは勝手だけど、なんか推しって言ってるくれてるんだから、なんかその私を2枚とかで他の人が1枚とかだったらまだわかるよねって話はよくしてます。この前に撮った前前のおしめしチェキを明日使う予定の、あ、本当？使ってくれるの、おしめチェキ、お、やっとこの時が来た。ヨモチがずっとやりたいって言ってくれてたことだから嬉しい。なんかあのチェキさ結構なんかこうお話の時間も長く長めにお話できたから、あの日はすごいね思い出がある。イモチが3回来てくれてさ、あのおしめチェキ忘れてたって言って最後お話できたからすごい、私もなんかあれはすごい思い出の一枚なので、使って使って、イモチ何食べるんだろうね。ゆうちマイカの口開ける係僕がやり口開ける係、いやもうほんと恥ずかしいよ、あーって口開けてさ、なんか女の先生優しいんですよ2人とも、だから頑張ってもうちょっとだからねって言ってくれるんだけどね、辛いの口開けてんのが本当に。神経痛い理由が虫歯なんで分かる、そうなの、虫歯から進行進んで神経抜く削ってすむ、え、怖い、やっぱ神経抜くしかないのかな、出ちゃったら。なんか虫歯を削って神経がね、神経の近くまで深くて削ったんでしょ、なんかちょっと出てるらしくて、次は抜くしかないかな。ケーキを盛り付けなきゃやってスポンジは焼いたりは他の友達が、あ、そうなんだ、なるほどね、じゃあ一緒に作ったみたいな感じか。すごいね盛り付け、ゆうちぃがやった、え、めっちゃ綺麗だった、なんか形もさ、あのこういう形じゃないじゃん、ただのなんかなんていうの、ちょっとおしゃれな感じだった。お家といい感じのおしゃれにマッチね、思った、ユーチューブのお家おしゃれだもんね、
いいなぁ、ゆうちのお家広いし行ってみたいよ。じゃあ名古屋まで社畜頑張ります。ワンちゃんいるけど、あ、そうなの31。お、じゃあピーマンに久しぶりに会えるかな。久しぶりに会えるかもしれない。ピーマン、こんばんざい。ゼロさん、初見さん、こんばんざい、ありがとうございます。バンザイジャパン、千葉県の伝道師安藤舞香です。ゼロさん、カシさん、グサ、あ、こんばんは、グサ。カイト、舞香言われなくて、舞香言ってすぎるからループしちゃう。言われなくても出てる。名古屋、名前ごじった、腹切ってきます。腹切ってきます。やばい、なんかタカさんと同じ声出てる。タカさんもよく腹切ってお詫びしますとか言ってるもんね。早くゆうちに会いたいわ。でもそう、なんかよく名前間違えられがち。なんかね、安藤の堂とかめっちゃ間違われるよ。だってこの前も手紙に安藤って、あのお堂の堂、お堂ってか堂って、なんていうの、なんか藤じゃなくて堂、お堂の堂なんだけど、藤で書かれることめっちゃ多くて、やっぱ分かってないんだみんなと思って、借りづらいのかなと思ってた。名前ループというか一気に3枚取るって。そうだね、それめっちゃ嬉しい、ありがとう。いつもだってその分さ、長くお話できるから嬉しいよね。カイト、コンビニ着いた。何の、コンビニ着いた、お。コンビニにいるの、カイト。カイトってコンビニとか行くんだね。ループと一気取りどちらがいいんですかね。どちらが、ループはループで嬉しいけど、一気取りもいっぱいその分話が長くできるから嬉しい。私は寝ちゃったり、久しぶりの配信訪問になっちゃってごめんね、スライバー乗せちゃって。なかなかね、そうだよね、会えなくなって悲しみだけど、リービダイルから楽しみにしてる。楽しみ、それは。でもね、台湾来てほしかったな、ユーマ。撮影だけして即退散するかもね。あ、そうなんだ。そっか、ユーマくんいるな。リリーベ行きたみー出てるよ。ユーチリリーベ聞いて、ユーチも来いよ。だってオムライスちゃん、マイカ、パミュパミュ、こんばんざい。キャリーパミュパミュさん好き、ずっと好きなんだ、キャリーさん。なんかね、小学校の時ずっと好きで、渋谷のクラブにキャリーちゃんが来るっていうのに見に行ったことある。それですっごい衝撃受けた。なんかそれでね、ちょっとなんて言うんだろう、自分も音楽とかやってみたいなと思った。他のメンバーとチェキ同じ枚数なら、他のメンバーとチェキ同じ枚数なら、同じ枚数なら何どう思うかってこと。あ、DD なんだと思う。ユーマくんいつ行くの、マーチンハイテクスからって。マーチン合わせて来るの、双子コーデじゃん。名古屋は受け止めで行きます。よく行かなかった。あ、そっか、よくいたもんね、ピーマン。お、待ってるわ。安藤舞香ちゃん、なんだそれ。一発変換の弊害ですね、スマホの場合は。そう、よくあるよね。でもなんかさっきも私、名古屋遠征の縁をあのお金の何円とかの円にしてツイートしちゃって、えやばいと思ってツイ消しした、すぐ。マーチン慣れてなくて安心不祥。そうなの、みんなもその前小麦ぶちゃんの時足痛いとか。めっちゃなる。なんか私靴ずれってあんましないんだけど、あの新しい履いた靴とかあと硬いじゃないですか。で私多分皮膚がすっごい弱い人間なんですよ。ちょっとね、こう寒天こういうとこをぶつけただけで血が出るの。本当にすぐすりむけちゃって、で治るんだけど、皮膚が人より多分すごく薄いだと思う。すぐ傷になって血を出してあったり切れたりするんだけど、だから新しく履いた日だと、硬い靴だとすぐなんかね、靴ずれはならん、あんまなんだけど、かかととかになる。なんか横ってよりもかかととかにできちゃうたりする。めっちゃわかるそれ。さすがにこの間違いはないか。ないでさ、
今まで言われたことないわ。でもマイクちゃんの顔を花にされたことはある。20日行くよ、待ってるよ。ユーマディリブだよね。僕も絶賛靴ずれ中だよ。えゆっちも靴ずれ中なの？本当？えゆうちむっていつもでもさ、なんか高いそうなさ、ロハ革靴とか履いてそうなイメージ。でもマーチンとか履くんだね。マイカファミリーちゃんかわ、ありがとう。ほんと20日か、仕事調整しよう。おいほんと、ゆうちむ来てくれてめっちゃ嬉しいな。仕事調整しよう。じゃあね、カイトコンビニは週末ぐらいでいるから。てか俺のバイト先コンビニなんで。あれカイトコンビニだっけバイト先？そうなんだ。え知らなかった。カラオケかと思ってた、ずっと。キャリーちゃんライブ何回か見とく。そうなの？えー、いいな。私本当に好きなんだキャリーちゃん。最初あのポンポンポンって曲あるじゃん。キャリーちゃんのさ、一番最初に上がったミュージックビデオでさ、目玉のやつ知ってますか？あの交差点でみんながもしスキップをして、もしあの街の真ん中で手をつないで空を見上げたら、もしもあの街のどこかでチャンスがつかめる、チャンスがつかみたいのならって曲知ってますか？あの曲がもう、はい、最初聞いた時にめっちゃ衝撃だったので、中学生の時とかいつも目玉とかつけて、あのヒゲとかのあのキーホルダーとかジャラジャラつけて原宿行ってた、めっちゃ。ゆうまくん行きたい、連絡するによろしくって言ってるゆうちが。お二人来てくれためっちゃ嬉しい。お待ちしてるねん、絶対来てね。前ループしてます。2回か回れるか、ヒヤヒヤしてるの。でもいもっちはそうやっていっぱい来てくれてめっちゃ嬉しい。なんかあの私のいもっちって感じする。毎土日休みに仕事に帰りたいとなる。遠征駆けつけ、遠征一緒に行けたらめっちゃ思い出だよね。行きたいな、いつかユーマと。ユーマにさもらったパスポートケースあるじゃん。初遠征だから、あのビクシーマイカが好きだからってプレゼントしてくれたじゃん。それをまだ一回も使えてないんだよ、悔しいよね。DD グサーって言って勝った。あキャメタマン、ヤッホー、キャメタマンだ。ねえねえ、6日のさデラロック名古屋さ、ゆうきくん来てくれるんだって。でも自分がチョロ DD なのはマイカも知ってるから大丈夫ですな。いやあのね違うんだよジュンヤ、それを改めないといけないんだよ。あなたはわかる？ジュンジュンダメよ、開き直ったらもう私へーって思うだけだからね、ジュンヤ。でもジュンヤはなんか最近すごい心改めてくれてる感がすごい伝わってくるので、あの大事って思ってるつもりなんだけど。私はね、倍返し久々だったね。え、そう久々だった、倍返し。え、なんかさ動画にキャメタマンとコウタくんがめっちゃ映っててね、あの確認したら、あのうつむくの時さ2人さこうやっててくれたのさ、キャメタマンのさこの手のこのキレが良すぎてめっちゃさあのじわじわ来て、あれが後で家で見返してめっちゃ笑っちゃった。なんかこのスナップ手首のなんか面白くて、キャメタマンがめっちゃ面白かった。あとなんか倍返しの後にコウタくんとみたいにやってくれてたでしょめっちゃ嬉しかった。あれなんかさ今声出しがない、その中でいきなりナナパラってさ、なんかちょっとなんていうの、なんか気まずいんですよ。声出しがなくてみんな座ってて静かに見てくれてる中で、ナナパラってあのはっちゃける曲じゃん。なんか盛り上げたいんだけどみんなができないからこうやって出るみたいな、気まずくて、その中でなんか倍返しってやるのもめっちゃさ勇気いることなんですよ。てきりキャメタマンとコがコウタくんとかがめっちゃなんか盛り上げてくれて嬉しかった。めっちゃ硬い
確かにマイカ皮膚もちもちしてるから皮膚、そうなんか弱いの皮膚すぐ切れちゃって、もちもちしてるかも確かに、デブだからマイカちゃんマイカは皮膚まで美しいとか、美しくないよ、すごい傷だらけをいっぱいぶつけたりして、あとねアイロンの跡もあるし、ここに19日大学病院だから夜暇なんで、19日大学病院そうなの、なんか検査するのかな、純也頑張ってね、ゆうまくんマイカの皮膚で、あ、YouTube またごじってるよ、ガレット作ってよ、やばガレット怖いね、皮膚でガレットって残酷だ、知ってるよ、ポンポン出してしまえばいいの、全然しないのつまらないでしょって曲、ヤスパンくん、あ、ヤスパン久しぶり、こんばんだい、ありがとう、元気、カラオケまでからメインバイトコンビ、そうなんだ、歌っちゃってんの、忍者リバンバン、忍者リバンバン、鮮やかに恋してるリバンバン、原宿でいいほう全部好き、でもね意外とね、グッバイティーチャーマイフレンドが好き、始まりの最後ドキドキ酸っぱいキャンディーのリップ、知らない都会にご期待も好きだし、とフリーソデーションもめっちゃ好き、フリーソデーションめっちゃ好きだった、なんか散々ね歌ってた、この前にループで岡やった時あったのね、あった、あーと思った僕のデアローク投資券ゆうきくんに、だから僕、キャメ玉いないの、わそれは残念、嘘、キャメ玉も来てくれると思って今言ったのに、ピエン、そうなの、わ寂しいな、それはキャメ玉にも会えるって思ってた、行けなくなっちゃったのキャメ玉、あ、そっかそういうことか、そっかそっか、推しメンがいないから、そうだ、なんか会える気でいたからさ今、あ、そっかと思った、そういうこと、優しい、あげたのね、まあチョロスケって名前もありますので、チョロスケ、やだチョロスケなんてコメントたくさんよかったね、マイカちゃんおやすみなさい、よしぽんおやすみ、ありがとう、前は BJ の他メンバー席取ってるだけど続きあり、ちゃんとマイカと向き合おうと思ったから、もう BJ のお米は取るのよありがとうカイト、あの日あのマイカソロですか、動いてない、え、ほんと、めっちゃ嬉しかったよ、しかもすごいキレキレでスナップキスでキャメタマンのこの声がめっちゃね面白かった嬉しかった、やめっちゃ笑ってごめんなさい、可愛いから黙ってずっといてられるわ、メイドさんっぽく、そうメイドさんっぽいよね、なんかニットにね襟がついて、こまんざいやめちまろうって、次いつ会えるかな、キャリーちゃんの曲は独特の世界観あるよね、ほんとかわいい大好きキャリーちゃん、名前またごじった、これは首切って腹切ってきますと首切ってきますシリーズカイトくんどっかで一緒なはずだよね、今度同じとこに探します、ユーマはねめっちゃねジャック・スパローに似てる人だよユーマはマイカに帰るとほんとへこむだって、ユーチーがほんとへこむかわいいキティちゃんのアバター、私もキティちゃんにしようか迷ってる、オムライスちゃんマイカちゃんはファッションモンスター、ファッションモンスター好きだよ、ファッションモンスターは中1、中2の時かな、すごい流行った、面白いって言いたいのに言えないなんてつまらないでしょって歌詞、じゃあその歌詞に救われたことがあって、なんかさ結構さファッションが個性的だったんですよ自分は、
本当に個性的に原宿でスナップされるみたいな感じのファッション今まで着てたんだけど、なんかそれで面白いなとか可愛いなと思うこととかも、一般的なの可愛いっていう考えよりもちょっと個性派的だったんですよ自分。なんか服とかも個性的だったし、美術館とかそういうものがすごく、美術品とか好きだから個性的って自分では思わないし、上にはもっと上がいるけど原宿には。でもなんかそこ原宿とかそういうキャリーちゃんのが面白いって言えない、言いたいのに言えないなんてつまらないでしょって歌詞があるんだけど、その歌詞とかにでもそれで人と合わせて面白いねとかこれが好きって言えない、我慢してる世界なんてつまんなくないみたいな歌詞にめっちゃ救われて、だから自分は自分でいいんだなとか思えるきっかけになった曲でもあるから、ファッションモンスターは本当にもう神曲私にとっては。で中学生の時3年間ずっと私のアラームはファッションモンスター、あれ起きれるんですよ。ディキ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 ディレン、ファッションモンスターがかかって起きなきゃみたいな感じだった。だからね、起きれないって悩んでる人はファッションモンスターにしたらいいよ。24日の三井ホールのチケット今ちゃんと、あ、よかったー、買えて。よかった、カイと会えるんだね。楽しみにしてるね。山本舞香ちゃんピアスかわいいね。ゴジド人物が違っちゃってる。ロードワイクちゃんめっちゃ可愛いよね、美人さん。キャメタマン、ジュリアちゃんいないのもあるし、日曜日に花見ちゃんもいない。あ、そうだったの、あら、そういうことか。じゃあキャメタマンはあれだね、つまらないもんね。か、そっか、なるほどね。会えると思って今すごい喜んでたのにな。あ、そうだ、前もラジオに出るので今日ラドアプリを、そういうこと、何の話かと思った。そうラジ、あ、まだそれは、え、もう、え、私告知してないよねまだ。え、誰か知ってた、告知、告知してましたか。え、今めっちゃ焦った、あれ言っちゃダメだっけってなっちゃった。あ、そうだ、もうジュニアサザンにアバターもらってきた。え、そうなの、へえ。今から家帰ります。あ、ただいま。アバターね、アバター作りたいね。でも時間、イベントは今までずっとやってきてたから、このルームではないんだけど入る前にもうずっとイベント毎日のようにやってて、だからなんか久しぶりにやりたいなと思うんだけど、なかなかねできない。それ何年前か限定だから、ハロウィン限定、ハロウィン限定、そうなの、何がだ、名前ごじりまくったら体バラバラになっちゃう。そうだよ、切らなきゃいけないから、次腕かもしれない怖っ。ゆうきくん大根チキ頼むから名古屋のまいかさん送れ。え、ほんと、ゆうきくん今見てるかな、もう行っちゃったかな。じゃあキャメタマンに会えなかったーって書くね。それだよ、まいかちゃんが若いんだなって実感。若い、え、嘘、嬉しい、若いって言われた。この前ね、だから手取りそう言ってたよね、リプくれたもんね。手取り入れしてたら、その好きな連発で嬉しいみたいなリプくれて嬉しかった、やめちまろうって。早く会いたい、来て。カイトさんって言いますよ、物販でかなり近場にいたことあります。え、そうなの、あやとくん、あやとくんだ、こまんざい、待ってた、あやとくん、やっほー、こまんざい。今日マリアさんラジオ出てたね。告知見ても来週も万歳メンバー出る。あ、そうそう、万歳メンバー出るのよ。誰が出るかをお楽しみに。最近アンダーさんに会う期間増えて、今でも書くとかそんなに嬉しかったって報告。あ、アンダーさんね、最近来てくれてすごい。そうそう、え、ユーマとお話しした、満月の舞台から古き時間経っても。
アンダーさんね、そう本当にいい人、なんかすごい見守ってくれたり、ラッコ焼き署名も頼んでくれたりして、この前すごい嬉しかったし、ユーマーにもそうやって声かけてくれてて、お話ししたならすごいなんか嬉しい、ほっこりする人見知りだから、ジュニアさんやユーマーくんを通じて支援を増やしたい気持ちって出る、ユーチーが、嬉しい。がマイカちゃん推しの人の名前作りたいな。でもなんだろうな、マイカさんチームかな、やっぱ。情報解禁じゃなかったのかな、あれ、まだ誰が出るって言ってないよね来週もワンジャパンだよって言ったけど、めちゃくちゃバイトしてたんでラジオ聞けてない。あ、そうなの、アーカイブ残ってるからね、ぜひ聞いて。それはそれは、バイトお疲れ様。ダイスラジオもツイートされて、あ、よかった、なんだよかったよかった、ツイートされてたならよかった。私まださ、あれ私言ってないと思ってびっくりした。言ってない家系なのかな、うんうん、多分ツイートされてたならいいと思う。モグラーズ絶対やだ、なんかキョンコとかが安藤舞香さんチームって言ってくれてるから、それかと思ってる。でもフミさんはアンドリューがいいって言ってる。あとね、マイカーに、マイカー、マイはマイで、カーは車のカー、マイカーって呼ばれんの、ふみさんに最近呼ばれるんですけど、マイカーでいいじゃんめっちゃ言われるんだけどさ、でもさ言いづらいじゃないですか。マイカさんチームかなと思う。そう、マイカさんチーム。 JP さん、モグラーズいいじゃん。え、絶対やだ、何モグラって、まず私モグラ要素ないんですけどね。カイトチケット買った後のマイカの反応楽しみ、なんか私その前そのもの電池切れてピエン、ピエン、それはそうなの、ありがとうって言ったよ。モグラーズ入ります、本当やめてくださいやだ、マイカさんチームでお願いします。僕もユーマさん探しに行きます、ありがとうございます。オムライスちゃん、マイカさん、あ、そうそう、それそれ3チームね、それ使ってるみんな。地上はマイカさんチーム、地下がモグラ、何地下とかそういうのないので、分裂しないでお願いいたしますま、あのモグラーズはジュンヤだけでしょ。ジュンヤさんにお会いしたいですって言ってるよ。隠れ3チームになりますね、めっちゃ嬉しい。キャメドン隠れ3チーム、隠れ了解、隠れの人も何人数名いるということで嬉しい。隠れさんチームって可愛いね。え、今日さ、あの何でも関係ないんだけど、水槽の話なんだけど、水槽配信あるじゃん、あれでなんかさっきその話になって、アビコさんにね、そのエミューちゃんにつまんないってあれ言われたので、私企画考える、あのあれがな、頭ないですみたいな話してて、その次の47配信の企画はマイカが、マイカクレジットカードを作ろうって企画にしようみたいな、アビコさんがなんか勝手に言い出して、そう言い出して、今何言おうとしたか忘れちゃった、待って待って、今なんかケメタワにそれで言おうとしたんだけど忘れちゃった、喋ってたら。え、なんだっけ、ねえ待って待って、なんかめっちゃ今すごい面白いこと言ってたのに忘れちゃった、まあ思い出した理由はすごい途中で終わる。ジュンヤさん今度いろんな人教えてくださいって言ってる。オムライスさんチームオムライスさんチームユーチューブさん入るとなぜかキョンコが隠れてないからなぜかキョンコが来る。そう、キョンコはね教えててくれているから、すごく嬉しいですね。隠れてない地下は安藤舞香さんチーム、地上は超絶美人の女神安藤舞香さん、何それ、すごい長い長い、かわいい、ありがとう、かわいい。キャメロン、クレカやばすぎ、僕とクレカ、え、何の話だっけな、じゃあなんか言おうとしたの忘れちゃった。そう、クレがやばいじゃんとか、私が使ったら絶対やばいと思いますって話してたんだけどさ、
次の企画はマイカちゃんクレカを作れる作ろうの企画らしいよ。秒で終わるよね。だってマイカのクレジットカードの色が気になる。色？え、色ってあるの？なんかヒジキーズはヒジキーズ？あ、ちょっとそれはまあいいかもしれない。あの、ありあり、まあ一理あるわ。マイカブラックカード、ブラック、え、何あのさ、階級があるの？私クレカ持ったことないんだよね。ユーチム3チームだって。しめじ使ってないから3チーム。そうなんだよね、しめじじゃない人出せないからさ、どうしようかなと思って。ユーチムさんにいろいろ教えたらマイカに怒られますよ。いろいろ教えたら、教えたらなんだろう。投票中です。現在すごい今日はなんか長めの配信しちゃったけど、みんな見てくれてて嬉しいです。なんか決めたわ、に用事したのに忘れちゃった。なんだっけな、とにかくキャメタマンに早く会いたいです。お宅の方を紹介してほしく。マイカちゃん気になる、気になってくれてるの、それは嬉しい。オムライスちゃん、それは気になっちゃう。モミラ革命も教えてもらったけど、ジュンヤに、あ、そうなの、ジュンヤ、あの DD の要素を YouTube に盛り込まないでもらえる。マイカのツインテール好きなんて言ってた。だってさ、ユーマさん、あの時来てくれてたよね、リリーベ。新宿の。もうあれ、ほんと恥ずかしくて、もう絶対やんないからね。僕のクレーカーソフトバンクの倒産権で。そうなの？え、いろいろあるの？クレカって。キャメダマンもクレカ持ってるんだ。欲しいけどさ、絶対怖いんだよな。いっぱい使っちゃいそうだもん。請求が怖い。一番いいカード、そうなんだ、ブラックカード。ちょっとクレカを勉強しようの回にしようかな。そしたらキャメタさんにお会いしたいって言ってるよ。マイカマイマイチームもいいかな。あ、マイマイチームいいね。マイマイチームいいじゃん。会いに行きたいけどなかなか行けないのよ。待ってるよ、ジュンヤさん。はっ、村革命は名前してる、そのうちとしかメンバー知らない。そうなんだ。私お友達がいるんだよ。クレカは、うん、年会費がムカつく。年会費がムカつく。 YouTuber ぐらいになると使いこなせそう。クレカ、サンリオのクレカとかも。そうなの、サンリオのクレカ。え、あやとくん持ってるの、クレカ。私より若いから。毎回はそろそろ繋がらないとだわね、出てるカメラマンが。え、嬉しい、つながらないとだわね。なんかさ、ユーマとかさ、あのユーチムとかすごいフレンドリーに話せそうだから、その辺推薦します。あ、イモッチも推薦する。背景のぬいぐるみ見てて思い出した心霊。ねえやめて、やだやだ。ねえ本当に心霊ってやめて、怖い。うちの人形が髪伸びたやつでしょ。クロミちゃん、黒いブラックカード。クロミちゃんだからブラックカード。やばい。俺もクレカ持ったことないから勉強したいな。キャメタさん目立つから個人的に認知してる。認知してるって、ユーチが。会話を言い読めたの偉い。待って。本当にうち馬鹿にされてる、ユーチューブに。クレカないと通販で困らん。あんま困んないかも。あんま、なんかクレカ持ちたいけど、絶対やばいから私に持たせたら、ママにやめなってずっと言われてる。ユアキングこんばんざ、ヤッホー、ユアちゃん。ちょっと本当に今来て申し訳ないんだけど、そろそろ配信終わろっかな。僕陰キャだから、ユーチューブの一緒なキャメさんがユーマさんとか話せそうだって。ユーマこないだして聞いたから、タメ口聞いた年上だった。あ、そうそうそう、ユーマのが年上だと思う、全然。え、なんかさ、ユーマびっくりされるよね、いつも年齢のことで。持ってます、なんかよくないけど、ライブのチケット代が無料に感じるすごいやつで。なるほどね、そうそう。今日、ウィークさんに言われた、あのね、
マイクこれ買ってすごいんだよ、だってお金払わなくても買えるんだからって言われて、おーってなった。まんまと騙される。自分は悪い影薄いからな。純也はみんな知ってるよ。とりあえず24日マイク寝るかテンション上がってる。お待ってるわ。パパの口座から引き落とせるかどうにかしよう。僕もドインキャなの。ドインキャ YouTube が全然見えないよ。 YouTube はエリートイケメンだよ。気になりすぎるから早く思い出してね。え、よかった、思い出すね。ありがとう、おやすみキャメタマ、ありがとう、来てくれて今日も。バイバイシー。早く魚の話しよう。あ、そうだ、あのね、ゆうきくんがなんか言ってた。キャメタがずっとなんかマイカさんって言ってるって。なんかゆうきくんに密告された。おら、おやすみなさいませ。ありがとう、村井さん。マリコさんはレオとの代表すぎる。私がバカだからね、そうやってあびこさん言ってくる。マイカからイケメンいただいたのに今日は寝れない。何その顔文字かわいい、その初めて見た。おやすみ JP さん、ありがとう。じゃあ私もそろそろもう準備して寝なきゃ。おやすみなさい。くんない目で会おうね。そうだ、みんな目で会おう。おやすみ。あ、そうだ、24来てくれてリップしてね。バイバイ。あ、ちなみに僕はえぐいくらいこれから失敗してるの。え、意外、キャメタは意外とそういうとこしっかりしてそうなのに。気をつけて、動物飼いすぎ。やっぱ動物にはかなわないんだね、キャメタは。本当に好きなんだね。え、なんかやばい、なんかそのエピソード聞きたいな、今度教えて。すごい動物飼ってそう。いわちゃんお疲れ様でした、ありがとう。いわちゃんまた話そうね。ゆっちーおやすみ。誰かがそのくだいかけてたけど、その言葉を聞いたマークが赤ちゃんに見えてきた。バウー。おやすみ。ゆうき悪いな、本当のことだけど。かわいいキャメタも本当のことだけどって言ってる。いや、またお話ししようね。いつも来てくれてありがとう。僕おじさんだから腰高くしてきてください。マイカはしさって楽しもう、楽しもうな、ゆうちとゆうま。だよね、20日だもんね。じゅんやマイカちゃんに、じゃあね、じゅんじゅん。バイバイ、おやすみね。おやすみ、いもっち。クレカとしか自分で上限変えた気がする。あ、上限とかあるならやった方が絶対いいわ。私借金地獄になりそうだよ。また話そうね、おやすみ。ありがとう、好きって言ってる。じゃあまた明日みんな、おやすみなさい。